皆さん、こんにちは、こんばんは、武田総流です。今日も一緒に美しい漢字を考えていきましょう。今日のテーマは、なしですね。この漢字は、2つの美しいパターンを提案させていただきます。こちらと、こちらですね。こちらのパターンは、横線を一番左右方向に長く見せたいパターンです。こちらのパターンは、右払いを右に一番長く見せたいパターンなんですね。だからこっちのパターンは横線が一番長いから左払い、右払いが点々になっているんです。そしてこちらのパターンは右払いを長く見せつけるために横線が短くなっていますよね。このように美しい漢字のパターンって一つではなくいろんなパターンがあるんですね。さまざまなパターンの美文字をお楽しみください。これらのことを踏まえた上で今からペン字筆ペン大筆、そして最後にはアートでも解説していきたいと思いますので、最後まで動画をじっくりご覧いただけるととっても嬉しいです。その前にチャンネル登録ボタンがお済みでない方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。さあ今日も双葉書道会のマス目押しを使って解説していきましょう。まずはね、1つ目、横線が一番長くするパターンですね。ただしこの「り」みたいな上の字ですね、ここはね共に書き方一緒になります。でね、この乃木編のこの一画目、これをめちゃめちゃ左に開かせることがね一番重要になるぐらい大切なんですよね。ここね、なかなか、そして辺と作りの間に壁を作ります。こことここを揃える感じ、そして辺の中の縦線はできるだけ右に寄せるんですね。さあここの立刀はねあんまり寄せない方がいいですね。少しスカスカと書くようなイメージになります。でこの横線を一番長く左右方向に見せたいに、一番長いですね、うん、でこの縦線はそんなに長くない、やっぱりお尻ってそんなに大きくしない方がいいんですよね。でこれ横線長いんで点々にしちゃいましょう。さあここまでは一緒なんでね、もう書き上げておきました。この横線ね短くしてください。結構短いでしょ、うん、そうすると左払い右払い長く見えるかな。でこの時に大切なのがここが V になるっていうことなんですよね。ちょっと試しに下に書いてみますが、下がねこうやって揃ってしまうとね、どうしてもこういう風に短足に見えてしまいますよね。必ず下は V にしてあげましょう。さあこれどちらでもいいんですけれども、この右側の右払いで書いていきましょうかね。で今日シュッとする系の、ね、字を書いてみますね。筆ペンでこういう起筆、筆の入るところを起筆って言うんですけど、こうシュッと入れるとね、なんか分かります、スマート系の字になりますよね。なんかこういう字がお好みの方はぜひね、この入筆を鋭く入れてみてください。さあ大筆楷書で書いていきましょう。まずはですね、横線が長いパターンですね。うん、まあ長いんでね、やっぱ細いんですよね。これすごい大事。長ければ細くする。うん、で、この縦線書いたときに、まあ、割合とするならば上3で下2が綺麗ですね。お尻はね、基本的に小さい方がいいんですよね。さあ、2つ目のパターンですね。やっぱり横線が短いですよね。で、この右払いのね、払う方向なんですけど、まあ、あくまでも右方向に長く見せたいんだって、下方向に長く見せたくないですね。やっぱりここのラインがね、とても大切なんで、覚えておきましょう。さあ今度はね、大筆行書で書いていきますね。でね、この1つ目のパターンの横線が長いタイプは、まあ、左払い右払いが点々だから、まあ、行書の方がね本来は合うんですよね。さあ今日はね、大筆の行書の右払いをお伝えします。筆の向きがねこうやって十字の方向、進行方向に対して逆側向いて、ここでね左向いていいんですよね。で最後ってちょっと丸くなる方が行書の場合はいいですね。ここの部分が省略されれば行書で、ここまでちゃんと書き切れば楷書ってところかな。まあやっぱり梨なんでね、このあの果物とか野菜とかってちょっとゴツゴツ感多少あるじゃないですか。それをねちょっと丸みを持って表現したい。ちょっと渋くはなるけど書道だから、うん、ちょっとこう丸みを出したい。どこか梨にちゃんと見えません？見えないか。で梨っていう字ってお名前とかでよく使われるじゃないですか、まあ、お美しい女性をイメージしてすごいシュッとした感じで書いてみたい、うんね、じゃあここにね魔法のふりかけ散らしていきましょうか。そうするとよりねなんか雰囲気出ますよね。さあ今日はねちょっと面白いことしていきたい。アートツールでなんかこのゴロゴロしたやつって画材屋さんで見つけてきたんですけど、これに吹きかけていきたいですね。
何がしたかったかっていうと、これでねちょっと色を塗ってったらなんか雰囲気出るんじゃないか説みたいな、このバッグのカラーですよ。お、意外とこれ良くないですか。あんまり見たことない背景画みたいで。さあここにちょっと梨をね雰囲気を描いていきましょうか。筆の割れとか使った方がいいかな。こうかな、ちょっと普通に描こうか。初めてやりましたが意外といい感じになりました。もう今日はねアートスプレーが面白いからもうここで字描いちゃう。ちょっとヤンキー気分だな、これ自体でもう字描いちゃおうみたいな。でこれに黄色かぶせて、でこれをもう黒のスプレーで描いちゃうみたいなね。でここの上にちょっと線を乗っけたら、おっと筆がもったいない感じですね。ペンキと混ざって痛みますね。でもそういうのも気にしない。おっと、これはこれで面白い雰囲気出ましたね。なんかアートスプレー結構汎用性が高くていいですね。はい、お遊びは以上です。ありがとうございました。さあいかがだったでしょうか。梨、まあ、梨という字には2つの美文字のパターンがありますが、基本的に私は横線が長いパターンを使用することが多いんですね。なぜなら右払いを長くしてしまうと男性的で力強くなりすぎることが多いからなんですよ。1文字だけだったらこれでいいんですが、こう文字がたくさん並んだ時に右払いって非常に多いので、なんかね右払いを長くするパターンばっかり変えてしまうとピンピンした印象になるんですよね。だから私はできるだけ右払いは短くしたいと考えていますね。えこんな感じでいろんなパターンで美文字を考えるのはすごい楽しいと思いませんか。しかもねお遊びまでありますからね。書道に興味を持った方は Amazon や100均でもね書道道具購入することできますので、ぜひ遊びとして書いてみてください。このチャンネルの動画では2000文字の常用漢字を解消行書アート筆ペン大筆ペン字、全てのシーンで使える動画作りをしています。毎日ね19時にアップしているんですが、ぜひねチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。インスタグラムのホームページもね下に貼っておきましたので、ぜひそちらもご覧いただけるととっても嬉しいです。ここまで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。これからも何卒よろしくお願いします。バイバイ。